はい、ということで今週も始まりました、ハイチのダラダラジオ。今週もねよろしくお願いします。っていうか今週もって言ってますけど、先週すいませんお休みいただきましたね。ホテルにマイク持ってったんですけど、パソコン持ってくの忘れてしまって、そうなんです、編集と投稿ができないじゃんっていうのをやらかしました。失礼しました。で今週はですね、友達っていうのをちょっと一個のキーワードにして話をしていきます。まあね、ほとんどの方が新学年始まって、でまあなんだろう、落ち着いたかな、みんな。どうだろう、俺が当時4月この17は全然多分落ち着けてない時だと思うんだけども、やっぱり友人関係、まあクラスのこととかさ、そういったのが相談多くて、でちょっと友達っていうのはいた方がいいのかっていうのを、まあそのメインで話していこうかなと思います。まあ多くの方がね知ってくれてるかもしれんけど、私は友達が少ないです。はい、これは別に自虐をしたいわけじゃなくて事実としてそう思っている。でそれは昔からだし今もそうだと思ってます。で例えば中学の時はですね、まあ、ちょっとこう学年にね結構嫌われてた時なんだけど、すごく友達が欲しかったです。いいなってすごく思ってた。友達がいる子がいいなって。だけど高校に入ってから少し考え方が変わって、俺男子校に行ったんですけど、なんていうのかな、中学の時よりは、まあ、みんなね年が上になったっていうのもあるだろうけど、あとはまあ人に恵まれたのもあって、あんまりこう上っ面で接するっていうのがなくなったように感じたんですよね。中学の時はすごくみんながハリボテに見えてたの、なんか表面上の表情というか、みんな本心じゃないじゃんみたいな、まあ俺が多分ひねくれてたのもあるけどさって思ってて、でも高校ではそうじゃなくなって、で自分も中学の時のことがあったから、いや嫌いたければ嫌えばみたいなスタンスだったのね。だから基本的に俺は素でいますけどみたいな、そうって言ったら、そんなね別にクラスの中心人物とかにはなれないけど、ある程度こう普通に話ができる、まあ心のさすごい奥の奥までは話せないけど、でも結構話ができる人が増えて、で生活してったと。で高校じゃねえや、大学に行ってからは今でも付き合いがある俺が親友と思えるやつに出会えて、でなんかそれでそのねその中高大っていう時間が経過した中で自分の中の友達論みたいなのが完成してったので、結論としては別にいなくてもいいんじゃないかっていうのが俺の結論。ただそれはちょっと強がりが入っていて、俺はすごく寂しがり屋なのね、めちゃくちゃ寂しがり屋だから、多分友達がゼロっていう、一人で生きていくのは多分できない人間、なんか変な言い方かもしれないけど、寂しくて死ぬ人間だと思ってる。そういうタイプだから俺は、分かってるから。だから友達はいたらいいなとは思うよ。今でも友達が多い人はすごいなって思うし、でも俺は多分そのタイプじゃなくて、狭く深く、別にたくさんの人とコミュニケーション取れなくていいから、腹割って話せる、心の底の部分を見せ合えるやつが一人二人いたらそれで十分だよなっていうのが思うんだよね。で実際に今それができるのは 2,3 人しかいないのよ俺には。でも十分だと思ってて、それで、でそのなんかさ、中学1年生2年生の子とかにたまに相談が来て、そういうね親友と出会えてないんですけど私が悪いんですかねみたいなのがあるんだよ。やっぱり自己否定になるじゃん、その自分が悪いから友達ができないっていう風に思っちゃうんだけど、でそうじゃないと思ってる。だって俺なんて37年生きてきてさ、出会った人の数だったらやっぱりみんなには負けないと思うんだよね、長く生きてる分で。その中でも 2,3 人だぜ、その親友つうかさ、心の奥底話せる人間っていうのは、そういう確率だから、結局はみんなもたまたまその地域に住んでて、自分の意思じゃないじゃんそこに住んでるのはね、親御さんの意思だろうから。で学校にたまたまその学校がクラスを決めたわけじゃん、みんなの意思で入ってるわけじゃないから、そんなんもうさ言ってしまえば運ゲーなのよね、クラスなんていうのは。だからそういう風に思わなくていいんだよって。もちろん、自分がもっと良くなっていく、自分がもっとこうなんつうのかな、いい自分になっていかなきゃっていう意思は大事だと思うの。人間は完璧ではないから、上を目指せばキリがないからね、ずっと見てられると思うんだけど、でも自己否定に走りすぎちゃうと自分が辛くなるじゃん。そんなにね魅力のない人間じゃないから、みんなは。だからね、やっぱそうは思っててほしいかなと思う。今のクラスがね馴染めないとかっていうのは、やっぱりさ、みんなが持ってる歯車とその他の他人が持ってる歯車、ね、クラス全体の歯車っていうのは噛み合うかどうか、それはやっぱり運ゲーだから、そこの部分も。だからそこはあまり気にしなくていいんじゃないかなって。だからみんなが、自己否定に走ると自分が分からなくなっちゃうからさ、迷うでしょ自分自身に。で自分に迷っちゃうと、その
すげえ歯車が噛み合う人間と出会えた時に、例えばその何て言うかな、心の奥底が話せる可能性がある人。俺よく歯車って表現する、俺分かりにくいかな。なんか俺さ、人間には一つの歯車を持ってると思ってて、その人その人が。で、形もその歯の数も違うと思ってるんよ。で、歯車ってさ、その数によっては全然噛み合わなくてギクシャクしちゃうでしょ。でもその噛み合うかどうかが、その人間として馬が合うかどうかだと思ってるんだけど、あの例えとしてね。で、みんなが迷っちゃうと、私の歯車どれって分かんなくなっちゃって、いざめちゃめちゃさ歯車が合う人間に会った時に、その合うじゃんっていうのが気づけなくなっちゃうんだよね。だからみんなは思春期だからさ、すごく自分に悩んでしまう時期だとは思うんだけども、私はこうだよねっていうのをある種どっかを大事にしててほしいので、自己否定をするのは別に悪いとは思わないけども、しすぎると歯車が分からなくなるから、私はこういう人間だよねって、で今こういうことを頑張ってるんだよねっていうのははっきりさせておくといいんじゃないかなって思う。だから今さ、友達がいないとかクラスに馴染めないっていうのは別にみんなのせいじゃないよっていうのが今回伝えられたらなと思って話させていただきました。はい、ということで今週は聞いていただきありがとうございました。あの今年度もこんな感じでね、日曜日の夜8時にダラダラジオっていう、まあダラダラ話すラジオですね、 YouTube なのにラジオだからやっていきますので、ぜひね、気が向いた時にでも聞いてやってください。で、多分画面にも出てますけど、あのボイシーっていうねアプリがあるんですよ。なんかラジオのプラットフォームなんですけど、そこでもう何ヶ月だ、半年ぐらいかな、あのほぼ毎日投稿、Google フォーム作ってて、相談受けて1日1個みんなの相談に答えていくっていうのを朝6時に投稿するのをやってますんで、まあ、もしね気になったらそっちもぜひ聞いてもらえたらと思います。なんか通学中にね聞いてくれてる方とか結構いるらしいので、まあ本当毎回8分ぐらいで終わるから、なんか暇つぶしにでも聞いてやってください。では、今週1週間もまたね頑張っていきましょう。それじゃあまた来週ね、またね、バイバイ。